ちは、京都市会議員の加藤愛です。今日は、倉林明子と語り合うアッコの部屋第3回、市会議員が聞くということで、市役所の中にある共産党の市会議員団の控え室で、お話を、聞いていきたい、お届けしたいと思います。起きたいな。はい、こんにちは。こんにちは。入るタイミングを測りそこにいたわ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速、はい、倉林さんにお話をお聞きしたいと思います。はい、倉林明子さんは今年7月に行われる参議院選挙に立候補されるということでございます。はい、現在はこの市会議員団の幹事長ということで、京都市会議員の定数は69と、そのうち日本共産党の議席は15ということでございます。うん、そうです。その取りまとめということで働いてこられました。はい、まず議員活動についてお聞きをしていく前にですね、はい、今行われている議会で、うん、市民負担増14億9000万円と、水道料や学童保育や保育料やいうことになっていますけれども、この値上げラッシュについて一言。市営墓地の利用料までがやからね。そうですね、もう本当にゆりかごから墓場までっていうのはこういうことで、ほんまね、けしからんよ市長、けしからんよって言うときます。はい、はい、まあ市民の方からもね、はい、相当盛大なたくさん出されて、いや、本当はがきもいっぱい来たしね。そうですね、うん、公立の保育所を民間移管にするというようなことでね、うん、抗議はがきとかもたくさん来て、うん、まあこれだけみんなが経済良くしてほしいと、うん、ね、冷や水浴びせるようなことやからね。京都市だけ違うからね、国もで、公共料金でいうと電気代もね、ガス代もやからね、うん、これまでの値上げの分に加えて本当にあれもこれもっていうことがどんだけ市民にとって負担になるかっていうことの想像力がないな。そうですね、そう思いませんか。そうですね、ほんまに本当に、まあ、徹底して戦うと。そうだ、いうことで、うん、ならぬものはならんと、うん、そうね、いろんなところで言っておられますけど、うん、はい、これ実はね、まあ、今年大河ドラマで八重の桜をやってるんですけど、うん、私も八重さんと同じ会津の出身っていうこともあって、あ、ならぬことはならぬっていうね、やっぱり会津精神通ずるなと、うん、で流行らそうかと思って、はい、だいぶ流行ってますけど、ありがとうございます。ここら辺だけちゃいますか。はい、ありがとうございます。まあでも本当にね、うん、うん、今回の値上げラッシュもその一つだと思いますけど、いや本当やね、うん、あかんことあかんよいうことで戦っていくいうことはね、本当に大事なことやと思う。議会の中でね、本当にあかんっていう声が正面から上がらないっていうのはね、うん、日本共産党以外から上がってこないっていうところは本当に情けないね。なんだか値上げをする分はね、職員の送り構成分までね、うん、職員が負担したらいいんだっていうの議論が最初から出てきたっていうのは、なんか二重にね、けしからんなと思ってますね。うん、まあこの間で言うと、倉林さんが、うん、市会議員として議会で質問されてこられた姿を私は隣で見てきましたけど、はい、印象残ってるのはやっぱりね、皆さん言われるように、うん、高速道路の未着工3路線、うん、これはもう撤回すべきやということで、はい、もう徹底してやると、はい、とことん追求するっていうことで、そうですね、はい、やってこられる姿ずっと見てきましたけど、はい、これはもうどこまでもやるんだというこのぶれない姿勢というのはどこから来てるのかと、道理とね、